ちょっと本日は工事の音が時々入っちゃったりするので、止めながらやっていきたいと思います。で先ほど、空海さんのコメントの途中でして、えー、っとね、この辺りだったかな。うん。えー、っとね、中学時代は、えー、勉強、部活動、習い事、この頃は家庭教師とピアノの3つをこなしていて、 毎日とても多忙で、さらに勉強もかなり苦戦を負担で、恋愛などのことを考える余裕が少なくとも私にはありませんでした。部活と連合音楽会派参加と中2までピアノを習い続けたことに関しては、間違っていなかったと思っています。で、かぶさんに関しては、中学時代は自分に合わない校風の中で、3年間必死に耐え続けてきたという話を以前に聞いていますので、とても恋愛のことを考える余裕がな,なく、 毎日必死に肺を食いしばるような毎日だったと思います。以前に話題がにあだ上がりましたが、いじみや嫌がらせ行為が相次いだこと、ヤンキー系の人が多数いたこと、肌着切り替え問題など頭の痛い問題が多くて本当に大変だったと思いますね。しかし、その後の高校で素敵な青春を過ごしてよかったですね。一方、私は高校で非常に苦しく、辛い地獄のような日々を送る羽目になり、 1> えー、高1の時は何とか休まずに学校に行くだけで精一杯で、えー、それ以上の考えることを考える余裕がありませんでした。えー、高2からは通信制高校に転校したため、人によって、履修スケジュール、時間割が大きく異なることもあり、同じ学年の同,性同級生であっても、なかなかタイミングがよく、会うことはなく、恋愛できるような環境ではありませんでした。ただ下級生の1年生の年と 友人になって私は高校を卒業するまでの2年間共にした同性の友人はいます。恋愛とか友人などに関しては、学校の環境やその人の性格や気質などによって、どのような人間関係に出会えるかは大きく異なると思います。人間関係が充実しいじめなどの悪質行為が良くなく、平和で穏やかな幸福であることが友人づくりや彼女,彼女づくりができる大前提になると思うので、まず 学学校が安心安心全で通学でで通きるかかできるかかどうか一番大切なことであるとあ思っています、うんまあ、僕の場合ね、彼女とかに関しては、中学校の時は思春期じゃなかったですね。うん。あの、多分ね、高校のね、中高2あたりからかな。中学校の時はもう全然なんかね、そういうの全く知らなかったし、友達がみんななんかそういうので盛り上がってても、え、何それ って感じで意味が分かんなかったですねはいゆうのぶさ,さん、9月21日はサソリ座の一等星のアンタレスを上限前の月が隠すアンタレス色があるらしいですよね。らしいですよえ全国で、えー、見られるみたいですけど、ベルギーからはわかんないですけど、そうらしいですよ、うんアンタレ。アンタレス色っていうのがあるんですね。これはどんな感じになるんだろう。うん ベルギーではあまりエビの消費量はそれほど多くない感じでしょうか。日本はアメリカとほぼ同程度のエビ消費量のようで、世界一を争うエビレベルのエビの消費量の多い国です。ただ近年はやや消費量が微減をしているようです。私は寿司のエビでも、エビフライ、エビチリでも、エビを消した料理は何でも好きですね。エビ美味しいですよね。特に甘エビの寿司好きです。まあ、オスタンケルクはね、エビ量があるんですけど、 あるので結構、エビは結構ベルギーも食べたりはするんですけどね。うん。えー、処理水問題に関する話題です、えー。韓国では野党議員の一部が騒いでいるようで、いつも騒いでますよね。ともに、えー、民主党の、えー、とイ・チェミョン代表が、日本の処理水問題などの対処に関するユン政権に対する抗議の一環として、無期限で断食を行っているという報道を耳にしました。 えー、最終的に今期までの19日間の断食したそうです。あ今朝までか、すいません、今朝までね。えー、断食により、体調を崩して病院に緊急搬送とのことです。うん、えー。政治パフォーマンスだと思いますが、ここまで過激なことをしてくれると言葉はありません。日本人としてとても気分を害するような話ですね。あの、人としてどうかなって思いますね、こういうことをするのって。まあ、これ、断食したかどうかも分かんないし。 パフォーマンスだと思いますね。ていうか、もうずっと食べなくてもいいんじゃないかって思いますね。こんなことやってるんだったらね、失礼極まりないですね。うん。なんで、なんでそんな向きになってるのかなって思いますね。今、日韓は関係よくしていかなきゃいけないっていうところなのに、世界の流れが全然ちょっと分かってないなって思っちゃいますよね。正直ずっと食べなくてもいいんじゃないか。19日間だけじゃなくていいんじゃないかってちょっと思っちゃいますけど、断食したかどうかもわかんないですしね。うん。ちょっとなんかね、 さすが国が国だなってちょっと思っちゃいますね。うん。ちょっと工事の音も鳴ってますし。もう呆れて言葉が出ないですね、僕はもう。うん。えー、そしてでたらめな報道や事実無根の情報を平気に拡散させたマスメディアや動画配信者に対して、厳しい処分を下せるような法整備を日本も急ぐ必要があると思います、えー。そうしないと、とりあえずホラーを吹いておけば何でもありというような。 世の中の秩序が乱れて収拾がつかなくなり、大変なことになると思います。罰金刑だけでは歯止めがかんないと思っていて、懲役丸年以下のくらいのレベルで取り締まる必要があると思っています。でガーシー氏の件については、海外に逃亡していたこともあり、証拠隠滅や死亡逃亡の恐れがあるとされていたようで、え起訴後も今のところ、保釈請求はすべ、えっと、て却下されている状況で、いまだに勾留されたままです。 現在は東京と足立区の小菅地区にある東京拘置所に交流をされているそうです。ああ、そこですね。あれ、あそこって朝原が確かいたとこでしたっけ、確かね。あのー、電車からよく見えましたね、この地区っていうのはね。うん。別に僕が入ったわけじゃないんですけど、なんか懐かしいですね、小菅ゲーム所、あの東京拘置所ってなんか。うん。 えー、羽田空港や江ノ島に行ったことがあるならば、おそらくかぶさんも一度は東京モノレール、羽田空港線と、えー、湘南モノレール、江ノ島線には乗ったことがある可能性が高いと思いますよ。入りかもめはモノレールではありません。えー、東京メトロや都営地下鉄と同じく河川はなく、電線はレールの横にあります。このため、線路に立ち入ると感電の可能性があり、非常に危険です。えー、東京メトロや都営地下鉄駅の、えー、線路 駅の駅には今もまだホームドアが設置されていない駅がありますが、線、え、路、ー、内に物を落とした場合は必ず駅員に知らせて、決して自力で拾うことがないようにする必要があります。はい。注意してください、皆さんね。感電しちゃいますよ。あのゆりかもめたたた、確かに戻れるじゃないかもしれないですね。あのもしかすると、日方に舎人ライナーと同じシステムですかね。うん。 そして今日も、えー、既に30度を超えしていて、9月とは思えない非常に厳しい朝です。えー、朝寒さも彼岸までという言葉も、近年は必ずしも通用しない人になっていて、えー、昔からの言い伝えも、その通りになんないことも珍しくありません。えー、新津駅に関する説明の補足になりますが、えー、新津駅近くの新、JR 東日本で活躍している車両を中心に、車両振動を行う j トレックシニーズ工場があります。 G-TREC は JR 東日本のご会社です。現在、首都圏で活躍する JR 東日本の車両がの大半が、J-TREC 新津工場か横浜工場最寄り駅は横須賀線の逗子駅となっています。株ブさんも乗ったことのある山本線、京浜東北線などの車両も J-TREC 製が多いですよえ。新潟で新造された分は、まさに昨日37.1度を観測した 秋のニーズで新増された書類になりますいやー、すごい暑いですね。でも、j トレック製、たぶん無意識のうちに載ってるっていうことですかね。うん。そして、選手に対する健康管理に関する気配りを、アメリカよりも日本の方が優れている可能性はあると思います。えー、特に大谷翔平選手が日本株ムに所属していた時に、指揮を執っていた栗山英樹監督は、かなり気配り、気配りをしていたとされています。 ただ、アメリカの方が優れている点もあり、根性論で、えー、無理をさせようとするような文化は、日本とは違ってアメリカにはありません。うん。栗、えー、山英樹監督に関しては当てはまりませんが、現在の中日、中日ドラゴンズの監督なんかはこれに当てはまります。えー、日本の野球指導者にたまに懲罰的に投手交代をせずに恥さらしのように点数を大量失点しても、 なお登板を続けることを命ずるようなことをする監督もいます。うん。これもアメリカではありえないと思います。結局のところ、一長一短のところはあると思います。うん。怪我の治療やリハビリでこれから辛いこともあると思いますが、大谷翔平選手ならば、それについても前向きに取り組んでいけると思います。そして、怪我から復帰したら、また大暴れしてくれるに違いないと思っています。なるほどね。ああ、でも日本、 だとそういうことがあるかもしれないですね。逆に恥さらしみたいに。一方、アメリカではあの、そういったところが理論的なのかな。うん。まあ一方で、怪我とかの便についてはそうなんですね。なるほど。ちょっとあの想像ができます、ね、な,なんとなくね。A.、えー、ベリリーは、フラマン地域とワロン地域があり、フラマン地域ではオランダ語、ワロン地域ではフランス語、北一部ではドイツ語を使用していますが、 もしかして、ベルギーの法律も、マロン地域とフラマン地域で法律が異なっているんですか道路の整備状況も大きく異なっていると思うんで、まるで国境のようだと、カブさんがおっしゃってたこともありましたね。日本を東日本と西日本に分けて、法律を別々にすることに関しては私も反対です。日本は一つであってほしいという気持ちがあります。すると、日本は災害が起きたときには、 全国一丸となって国難に立ち向かってきた歴史があるため日本を分断することは事実上不可能だと思っています東日本大震災からの復興に関しても全国で協力し合って乗り越えてきた実績がありますいやもう日本は北海道から沖縄全部なんか一丸だなっていう思う気持ちが僕もそいですね、まあ、沖縄がちょっとなんか独立したいのかなって思うこともあるんですけどもうんでもねなんかうん まあ、少しとね、うん。一丸となりますね。で、ベルギーは、法律は、まあ、同じだとは思うんですけどね。でも、なんか、いろいろと、この、システムが、いろんな、その、ね、システムが違う部分も多いと思うんで、あの、書類関係とかも、結構、フラマンとバロンで、結構、その、なんていうのかな、システムが違かったりして、食い違ったりあるので、結構、バロンからフラマンに移住するときなんかも、 いろいろと、なんか、うん、難しいというか、まあ結構システム的に、あの、自己落ちないことが発生しますね。うん、なので、まあ法律はちょっと分かりませんけど、まあ、違う部分が大きいのかなと思った方がいいかもしれないですね。うん。レモンミカンさんどうもです。株くん、中国は反日やって、それから今度はイギリスに喧嘩をってます。うん。 大英博物館に収蔵されている中国から盗んだものを返せと難屈をつけています。次の総理にふさわしいのは共同通信祭8月20日という冗談がありました。なるほど。一番、1位、あ、1位か。これはランキングですね。1位でいいのかなあ、1位ですね。1位が石橋茂。2位が河野太郎。3位が小泉慎次郎。4位が岸田文雄元総理。うん。5位、高市さなえ。 6番目、あだ名林鳳生、7番目、茂木利光、8番目、野田聖子、9番目、西村康稔だそうです。はいえ、この共同通信のランキングはほぼ前から変わってない、ちょっと待ってくださいね。あ、大丈夫か、特にトップ3選手、うん、林鳳生、野田聖子って適当でアップデートもしてないな、アホなコメントを失礼しました。 明るくなりますね。世の中がね。はい。でも、皆さんどうでしょうかね。次は何が、誰がいいでしょうかね。河野太郎。うん。どうか。でも、女性の大臣、ね、女性の総理もいいなって僕は思うんですけどね。この前、マリニンさんコメントしてた方なんかも、決断力あっていいなって思ったんですけども、決断力があったらいいなと。それから、その、その、世襲とか、なんかやめてほしいなって思いましたね。この前のコメント見て。うーん。 できる人がちゃんとやってほしいなと。うん。政治家だけじゃなくて、できる人がやってほしいなって僕は思うんですよね。でもできる人って誰でしょうかね。あの、人によってできる人って変わってくると思うんですよね。だから、みんなが納得するっていうことが難しいと思うんですが、でも多くの人が納得するっていうことだったらできると思うんですよね。今回の岸田さんは支持率がかなり下がっているということだと思うんですけども。 あの比較的支持率が高い、高くなってほしいですね。そういった総理がいいなとは思うんですけどね。できる人がやるべきなのか。でもできる人の基準っていうのは分かんないですね、今ですね。人によってこれがいい、あれがいい、反対、賛成もあるから、なかなかまとめるのって難しいですね。本当に。大将、あんそして、さらかやさん、もう一人です 日本でベーシックインカム制度を始める際の課題の一つとして、経済に回すことを一切せずに、すべて貯蓄に回してしまうようなことがないかについても問題があります。過去にも、定額給付金などが支給された事例などもありますが、貯蓄に回す人が多すぎて、経済効果が想定よりもなかったということもありました。 ベーシックインカム制度が導入された場合は、貯蓄に回すお金に関しては、自力で稼いだ分のお金の一部だけに留めて、それ以外は経済を盛り上げることに可能な限り、加勢してほしいところです。そうさせるような仕掛けも必要だと思います。うん、で、ベーシックインカム制度でいく,いくら一律支給されるかにもよりますが、十分な金額が支給されるならば、 貯蓄に回す金額を大幅に減らすことも可能になるかもしれません。もちろん、再現なく無駄遣いすることは、たとえベーシックインカム制度をやっている、ちょっと待ってくださいね、音がちょっと、工事の音がね、やっぱり、止めますねちょっと音、あはい、ベーシックインカム制度をやっている中になっても、いけますしてはいけませんが、経済を回して国を元気にすることを考えることが、日本にとってはかなり重要なことであると考えています。 うん、工事がね、ちょっと続いてますけども、あの、えっとね、その通りですね、あの、ベーシックインカムでお金入ってきて、貯めるということはね、あまり良くないと思いますので、あの、やはりこう、使うこと、うん、でも家賃とかで、ね、消えてったりとかしたりね、あの、こう、買い物とかね、やんなければいけないものとかについてはいいんですけども、まあ、あまりこう、遊びに行かなかったりとかね、 うん、そこでお金を落とさなかったりとか、貯蓄にしすぎちゃうと経済が回っていかないんで、ベーシックインカムができなくなっちゃう可能性もありますので、まあ、そういった意味では、まああのー、そこら辺の課題はあるかと思うんですけど、やってみてほしいなと僕は思いますよね。うん、チャレンジですな、なんでも、はいうんまあ。でも大丈夫な気はしますけどね、なんとなくやってみれば。うん そして、ジンベイの記事は日本で購入したものでしたか。ベルギーでの調達はかなり難しいと思うんで、大切に使いたいところですね。仮にベルギーにて入社する場合は、送料が高額になるかもしれませんが、アマゾンなどの利用が視野に入りそうですね。成績が悪い児童や生徒に関しては、丸刈りを命じるケースや、高速によって男子中学生が丸刈りにしないといけない学校が、 えー、昭和の頃には存在をしていたところもあるようですが、今の、えー、時代からするといずれも重大な人権侵害にあたります、うんえー。特に本人が望んでいないにも変わらず、無理やり丸刈りにする行為は大問題に発展すると思います。また、教育熱心な両親が子に対して成績が悪かったら、親の命令で丸刈りにする罰を、えー させている親が一定数いるという話を聞いたことがありますがこれは教育弱体にあたる行為の一つだと思います、うん、いくら真面目に勉強にあ勤勉に勉強していても、えー、全く成績が上がらない場合には性格の問題ではなくて、えー、ベースの問題を抱えている可能性などを想定し,たりしてはしないといけません特に小学生の場合ならばなおさらですねうん。それと、えー、昭和の頃によくあった体罰にお尻ペンペン伸ばすというものがあったそうです あありましたねあのこれは懐かしいですよ、えー、この頃この罰をされる原因としては、えー、授業おさぼりや、えー、教師の教師は親の言うことを聞かず、勝手なことや危ない行為をしたときに、約束を破った罰、お姉さんの失敗した罰などで、このようなことをされた事例が多いそうです、うん。日本では2020年4月より法的に体罰が禁止となり、今では違法となる行為でもあります。 うん、親などによる体罰の禁止を盛り込んだ、えーせえー、せいせい改正児童虐待防止法と、えー、改正児童福祉法が2020年4月から施行されています。うん、それと AKB48 の丸刈り騒動の件ですが、あの事件は2013年の出来事でした。峯岸みな南さんです。うん、AKB48 では、所属している全ての人は、男性との恋愛が全面禁止というルールがあり、 この約束を破って交際をしていたことが発覚したときに丸輪にしていました。うん。一時、政権メンバーから外されて、研究生に合格処分が下されていましたが、約半年後には処分は解除されて、その後、約8年間アイドル活動をしました。厳しいですね。あの、恋愛自由なのにいいのになったもんですけどね。AKB は、AKB とか所属している場合は、禁止していルールがあるんですね。うん。 どううなんでしょうか、ね、まあ、気にしてから仕方がないのかな。うん。でも、恋愛することで、人生豊かになってね、活動とかにもイキイキすることもあるんですけどね。やっぱ、ファンが、もう、え、マジでってなっちゃうからかな。うん。まあ、今回のね、羽生くんの件とか、ね、宇野くんの件とかフィ、あのね、フィギュアスケーター選手の恋愛とかもあるんですけど、まあ、まあ、正直、ちょっと、 うんまあ、日本のこのアイドルだったり芸能人の恋愛ってすごくなんか厳しいなって思いますねなんかうん人生豊かになったりすると思うんですけどねうんまあでもやっぱりこうアイドル文化というかやっぱファンがお金をこう払うわけなのでそれがやっぱりビジネス的なところがそれをそうさせてるのかなうーん でも、海外だとお客さんはそこは求めてないと思うので、やっぱり日本の場合は夢をやっぱり与えるっていうところがあるからかな。うん。っていうことなんですかね。まあ、うん。そうかもしれませんね。で、お尻ペンペン懐かしいですね。お尻ペンペンは、でもね、お尻ペンペンはね、僕はね、まあ、虐待にはなっちゃうと思うんですけども、あの、頭とかげん叩いたりとか、げんこすとかね、 うん。は、まあ、すごくよくないと思うんですよ。お尻ペンペンは、まだあれかな健康にいいかもしれませんね。わか,、ま、かりませんけどね。うん。お尻ペンペンは強すぎたらダメですけどね。うん。昔はなんかありましたよね。でもね、頭を叩いたりとか、顔を引っ張らくってのはよくないと思うんですよ。あの、上半身。お尻ペンペンはまだ、ね、すごく激しくなければね、うん、悪くない気もしますけどね。うん。お尻ペンペンはありましたよ、昔は。平成の初めの頃もあったと思いますよ。 うん、お尻ペンペンはまだ可愛いと思いますよ、僕は。うん、でもね、げんこつとか、頭、脳はね、危ないと思う。あの本当にこう、く、ね、もばっか出血てあったりとか脳、脳を損傷するって、本当にかお尻ペンペンは、なんかね、可愛い気もしますね。あの激しくなければね。うん、はい。えっ、ー、と、かブさんの自宅に置いてある物置は、ピノキオの原型をした人形だったんですね、うん。私がイメージするピノキオと違って、たんでびっくりしました。 えこういうものが手に入るのもヨーロッパで生活しているカバさんだから可能なんですね。僕もね、最初びっくりしたんですよ。ピノキオって、なんか小学校の,あの黄色の帽子みたいなのをかぶってて、なんか赤い服着たかわいいお人形さんでディズニーであるやつですね。かと思ったんですけど、ピノキオの起源ってあれなんですよ。そう。うん。でもっと言うと、ピノキオの あの原作ってホラー映画らしいですねあの。ホラーっていうか、結構やばいらしいですよ、なんか。うんはい、レモンみかんさん、どうもですこんにちは。神奈川県は31度前後、東南の風はさらさら気持ちいいしかし日差しがピリピリ対話、うんえー。神奈川県の話題です。ちょっと工事が、ね、どんどんピキピキになってますけどもね,あのね、横浜市に実在大型のテーマパーク公園や商業施設を含めた複合集客施設。 日本のコンテンツや最新技術を活用したワールドクラスの施設を作る東京ディズニーランド規模。え、すごいですね。ちょっと待ってくださいね。えー、っとね、2031年改良、三菱地所が、えー、授業予定で、えー、っとね、瀬谷区の旭区の70ヘクタール、あ、ちょっと待ってくださいね。大日海米軍通信施設の跡町をュラソですよ。うん。 JR 東海リニア中央新幹線の関東車両基地を相模原市緑区の鳥谷地区の、えー、田舎のエリアに建設するそうです。2027年9月17日後期。いやー、ちょっと工事がすごいな、今日は。えっ、ー、とね、受け負い業者は、えー、清水建設。現在神奈川県鉄道乗り放題クリーンティップの割引。うん。2023年10月から1日。 えー、10月1日から2024年1月末まであるそうです。最大30%割引。うん、2000円とか3000円とか少ないけど、その分美味しいものをいただきましょう。えー、株価、く神奈川県も食品の値段が高くなりました。えー、900ml 入りのカニパックの果汁100%のオレンジジュースが330円です。100円も高い、うん。牛乳パックも100円ほど高くなり、270円になりました。 小市民のの暮らししりでしたはい少し値段が上がってるんですね。でもこれはね、世界的に上がってますよ。でもね、便乗値上げっていうこともあるので、そこら辺の見極めが必要ですね。うん。今、アラブのお金持ちは、あえて原、あの、原油を減産してますけどね。たっぷり儲けてるって話ですよ。工事が困っちゃいますね。 で、なんかできるんですね。あの、神奈川県に。これは気になっちゃいますね。え、東京ディスリナの規模。へえ、面白そうですね。なんだろう。うん。コースだとすみません。ちょっとね、うん。えー、学ランですか。私は好きな同級生の目がキラキラしたかわいい男子から、えー、卒業式の日に第1ボタンをゲットしました。おぉ。ずうずうしい日。第2ボタンはごめんされました。まあよし。この男子の学生、学ランのボタンは全部なくなってました。 楽しい思い出です。え、めちゃくちゃイケメンだったんですね。え、かむくん、ジンベイを受けると、きらんとかっこいいよね。それにジンベイは動きやすい。急が作成頑張ってね。うん。ね楽しみですね。どうだろうかちょっとわかりませんね。型紙をどうやって作るかっていうところからちょっと始めていくんで。うん。まあ、冒険していきますけどね。学ラン全てなくなったぐらい人気がある男子なんだ。うん。僕には言えなかったですね。はい。 でもね、いました。あのね、結構ね、人気のある男子いましたよ2。3、4人ぐらい。うん、いた。もうめちゃくちゃなんかね、たかってましたね。うん。懐かしい思い出ちゃんですね。えっ、ー、と、マリィンさんどうもです。株くん、オゾン層と紫外線。紫外線といっても A 派、B 派、C 派とあります。うん。オゾン層で跳ね返す。つまり、バリアになるのは C 派なんですよ。 A 波,ね、A 波と B 波は地上に届きます。ま、う、す、ん。B 波は皮膚の表面で日焼けを起こしています、うん。A 波は家の中で窓越しからも通過してくるんで、家の中でも窓のそばに明るいからといって、もう安心,だ安心ではないんですよ。しかも B 波と違い、皮膚の表面ではなくて、皮膚の深いところでシミを作るから、ここは注意点です。保存層で、 守られるはずのシーハなんですが、三十数年前、このオゾン層に穴が開いていて、これオゾンホールといい大問題になりました、うん。当時、ヘアスプレーなどに使われていたフロンガスがオゾンホールの原因とされて、スプレー商品からフロン,フロンガスが使われなくなりましたね、うんうんで。現在使われているスプレー商品には、可燃性と表示があり、LPG ガスが使われていると思います。シーハの直撃は、皮膚がんを起こしますから、 特に南極大陸の上空、オゾン層にオゾンホールが多く、オーストラリアは30数年前でも、小学生の子供でもサングラスをかけていましたね。うん。歌のサングラスは、ッコつけてるかといって、なかなかサングラスをつかなかったけど、瞳の瞳孔から紫外線が入ってくるから、メガネ、サングラスでも、UV カットのコーティングをされたレンズ。多分カブ君のメガネは UV カットされてると思うよ。 色白の人は西欧の人のように紫外線には気をつけてくださいね。うん。あのね、僕ね、サングラスかけてから人生変わりましたね。本当に。日本に行った時は、なんか、なんか、刻ってるなーってなーって、あいつなんか刻ってるんじゃねえかっていうのがあったんで、あれでしたけど、あのね、もうみんなね、大通賃かけてますからね。恥ずかしいはなくなりましたね。うん。っていうかね、かけなきゃもうダメっていうのが分かりましたね。うん。 でもたまにね、銀のサングラスかけてで刻ってるしてますけど、ちょっとサングラスデビューしちゃいますかっていう感じでね。うん。でもね、日本にいるとサングラスなんかかっこつけてる感があるんですよね。でも、欧州はやんなきゃいけないですね。確かに。うん。でね、あの,あのね、あの紫外線はほんとその通りですね。うん、えー。届くものもあるんですよね。電離層って言うとこと、オゾン層で光電流、光会議とかされたりするんですよね。うん。そういった、 マニアックな部分はあるんですけども、あの実はね、あの昆虫夜あの来る昆虫って光に集まるんじゃなくて、紫外線に来るんですって、なので紫外線の電気をあのなんだろう当てとくと虫がいっぱい集まりますよ夜。やってください、ね、皆さん。はい。えっ、ー、とユーチ皆さんよろしくお願いします。株さんとかも日本は暑いですよ。もう9月もう9月も半分終わったのにまだ真夏の気温です。 ちょっと工事がね、ちょっと鳴り止まないですね。もうすぐで終わるんですけども、コメント読みがね。ちょっと一回休んでほしいな一瞬だけね。今日は入道雲を見ましたよ。今年の冬はエルニーニョの影響で大陸からの季節が吹きにくいらしい。あ、なるほど。うん。荒れたモード、荒れタイモード水がどうかと言ってました。うん。 えー、来年も台風に注意だそうですよ。でも、今年って台風結構なんか意外と日本からあれたりとか、勢力が弱まったりなんかしてませんかね。うん。なんかね、意外となんか日本は助かってる部分多い気がします。まあ、雨がでもそ,そうは言ってもね、いろいろあるかと思うんですけどね。大陸らの風が吹く,にく、季節が吹く,にく、いなるほど、勉強になりましたね。なるほど。ってことは、あー。 少しこう秋雨前線も来にくいのかなでも、オホーツク海高気圧もあんま発達してない感じですかね、うん、なるほどね。うん、もう一つカさん、お医者さんの話って、えー、救急患者とか入院している患者さんの急変とかで夜、夜間とかは、見てくれているお医者さんって、病院から休息時間とみなされて、労働として見なさなくていいってされているらしいですよ。びっくりですね。 これではお医者さんもやりますね、えー。知らなかったんでびっくりしました。お医者さんにもう,うつ病が多いのはこういうところでもありそうですね。え、どういうこと救急患者とか入院している患者さんの急変とか夜間とか見てくれているお医者さんって、病院から休息時間とか、えー、なんでそれはちょっとかわいそうですね。今、初めて知りました。それだって、それもロードだと僕は思うんですけどもね。 さすがにこれはベルギーではないと思うんで、ちょっとこれはブラックだなって思いますね、なんかね。うん、ちょっと工事の音が大変ですね、ちょっと。そして最後、コメント読みがちょっとあれなんですけども。あ、今チャンス。ヨさんどうもです。かぶお疲れ様です。今日は経営ラの日なんだそうで、孫がチョコレートをプレゼントしてくれました。うん。えー、その後はけん玉やオセロ。花束に黒ひげ危機一発。短い剣を刺すと黒ひげ忍虚が飛ぶゲーム。結構疲れました。 今日も27度暑かった。早めに夕食を食べさせて帰り,帰りました。年寄りが一番いっぱい働く日になりました。うふふ、世話ですいません。えー、経営の日なのになんか矛盾してますね。うん。はい、でもなんか良かったですね。僕も後でちょっと日本で、日本と話そうかな。うん。どこ工事がちょっとあれあ、でもこの黒ひりひき一発って懐かしいですね。うん。これ確かなんか喧嘩になった思い出があるな。 うん、わあちょっと工事の音が。もう一丁、酒井さんどうもです、こんばんは。ちょっとだめだな。今がチャンスかと待っていきますね。こんばんは。3連休最終日の業務、国、え、著、ー、でした、えー。福島県の柳川では最高気温が35度を超えたそうです。えー、伊達市柳川では先月6日に最高気温40.0度を観測しています。えー、現時点で今年は夏は、ここは最高気温と1位となっていました。 うん、私が住んでいる地域で、あ先ほどから急ににわか雨が降ってきました。雷も鳴っています。雨が降ってくる10分前まで散歩に出かけてたんで、え危なく巻き込まれるところでした。うん。今日は傘をさずにえ外出してたんで危なかったです。うん。ねっていうことですね。あの、日本では雨に濡れるっていうこと、結構ね、怖がりますよね。 うん、僕もね、日本にいた頃はね、濡れるっていうこと、雨に濡れるっていうことは結構嫌だったんですが、欧州に来てから濡れるっていうことが怖くなくなっちゃったんですよね。うん。でもね、ベルギーって三性紀だと思うんですよ、結構。ぶっちゃけ、ベルギーとかの方が傘をささなければいけない気がしますね。はい。という感じで、ちょっと今日はさせ工事がね、音が大きかったんで、ちょっと、あの、聞きにくかったと思うんですけども、これで終わり、あ、ですかね。うん。 あ、もう一ょ、カブクンテレビの配信中に突然工事が始まってしまったんですね。日本でも工事は朝8時か9時から会社会社多いですが、これはベルギーでも同じでしょうか。一生懸命コメント読み上げをしている最中にお邪魔が入ってしまっていたよなんですね。状況が落ち着いてからいいんで、続きをお待ちしています。工事が終わるまで散歩か海水浴にでもお出かけされていかがでしょうかさって行ってきましたね。うん。今行ってきて、今11時後1時間ぐらい散歩してきました。 うん、しかし今日は工事の音がずっと続いてますね、うん。今日はね、7時半ぐらいから工事の音が鳴り始めてて、えと思ったんですけどね、うん。でも今日おかげさまで、えー、海の態度プールを見ることができたので、その紹介とかも後でしていきたいと思います。はい。ではありがとうございました。これで以上です。